続いて量子力学の扉を開くきっかけとなった国体放射の実験について触れておきましょう。19世紀の終わり頃第二次産業革命によって鉄鋼の生産が盛んに行われるようになっていました。品質の良い鉄鋼を生産するためには溶鉱炉内の温度を正確に知ることが極めて重要なのですがこの頃数千度もする温度を測れるような温度計は存在しなかったため。 溶けた鉄の色の変化を熟練工が目で見て確かめていました。そのため、鉄の出来具合に大きなばらつきがあったと言われています。そこで、多くの物理学者が経験に頼らず、炉内の温度を正確に知る方法がないかという問題に取り組み始めることになります。物質は熱すると様々な波長の光を出します。一般に温度が低い時には赤く。 温度が高くなると青白い光を出します。物質の温度と光の関係を調べる上で、光を反射する物質を用いてしまうと、その物質の温度とは無関係な光を反射してしまうので、材料としては不適格となります。もし、あらゆる波長の光をすべて吸収してしまう真っ黒に見える黒体と呼ばれる物質があったとします。 国体も加熱をするとそれ自体の温度に応じた光を出すので物体の温度と光の関係を正確に調べることができるはずです。しかし残念ながら完全国体はこのように存在しないことが分かっていました。そこで外部からの電磁波をすべて遮断する物体を用意して内部に空洞を作り一箇所に小さな穴を用意しておきます。 この穴を通って外部から侵入した光は空洞内部で何度も反射をし次第に壁に吸収されていきます。従ってこの光が穴から再び外部に出てくることは穴が十分小さければ無視できるので近似的に国体とみなせます。この空洞内部を加熱すると内部に反射を繰り返した光が充満します。この光は 国体から発せられる光に近い特性を持っていて、温度に応じていろいろな光を出します。この現象を空洞放射と呼んでいます。空洞放射による光を分光器にかけて、スペクトルを温度ごとに調べていけば、ある温度でどのような振動数の光がどれだけの強さで含まれるかがわかるわけです。測定された実験結果をグラフにまとめるとこのようになりました。 可視光線領域はこのあたりになりますね。さて、問題はなぜこうなるかということですが、実験結果の説明を求められた多くの物理学者は簡単に答えることができず、長い間悩まされることになったようです。1896年、ドイツの物理学者ビンは、振動数乳に対する光の強度を表す式として、このような式を編み出しました。 この式に現れらは実験値によってグラフに合わせるように決める定数なのでここではその決め方は詳しい説明を避けることにしますこの B の公式は振動数の高い領域においては実験結果とよく一致をしていたものの振動数の低い領域では実験結果を再現できない難点がありました、はい、1900年 イギリスのレイリー教は熱力学に基づいて光を粒子と仮定し気体分子運動論から導いた式を発表します。後にイギリスのジーンズによって係数の誤りを正された式なので現在レイリー・ジーンズの公式と呼ばれています。しかしレイリー・ジーンズの公式は振動数の低い領域では実験結果とピタリとこう一致をしましたけれども振動数が高くなると 大きくずれてしまうという問題を抱えていました。<music> そこで、千九百一年に。マックスプランクは、ビーンの公式よりも正確に実験結果を再現できる。より良い公式を得ようとする過程の中で、プランクの公式を考案し。論文を発表します。プランクの法則の式は、全振動数領域で実験結果とピタリと一致をしました。え <music>、ここで。 これからの学習の過程で出てくる一つのキーワードを紹介します。えー、ある物理量が不連続で飛び飛びの値しか取らないとき、その量の最小単位を量子と呼びます。これから量子という言葉がしばしば登場しますから必ず覚えておいてくださいね。さあ、話の続きに戻りましょう、えー。プランクは、プランクの放送が発表してから2ヶ月後にこの式を導く過程で エネルギーの量子化が必要であることに気づきました。具体的には、エネルギーは振動数 μ に比例するエネルギー量子 Hμ の整数倍の値のみを取り得るという仮定をすることで、プランクの公式をうまく導き出すことに成功したのです。これをプランクの量子仮説といい、定数 H のことをプランク定数と言います。このプランク定数は重要な物理定数の一つなので、 有効数値3桁で暗記をしておくというでしょうね。こうしてエネルギー量子という考え方を用いて公式をうまく導き国体放射の実験結果を見事に説明したものの彼はこの過程に何ら物理的重要性はなく公式を導くための単なる数学的道具に過ぎないと考えていたようです。古典物理学では全ての物理量は連続的に変化するものであると考えられてきました。 しかしエネルギー量子の考え方は物理学史上において初めて導入された量子論的概念でありその後の量子力学の形成に大きな役割を果たしたのは言うまでもありませんただしプランク自身は古典物理学の振興者であり光のエネルギーが不連続で飛び飛びの値しか許されないなどという考え方には必ずしも納得していなかったようで生涯 エネルギーの量子化の発想について苦しんだと言われています。エネルギー量子のアイデアは、国体放射の謎を解くだけにとどまらず、ミクロな世界の問題を次々に解決していきます。例えば、19世紀末に発見された光電効果の説明が代表的です。この頃、よく磨かれた金属板に紫外線のような波長の短い光を当ててみると、 電子が飛び出した電子のことを特別に光電子と呼んでいますこの光電効果の実験結果には光を波と考えると理解できないような現象が含まれていたのです1905年ドイツのアインシュタインはこの問題を解決するためにプランクの量子仮説を取り入れ振動数がニュー 波長ラムダの光は Hμ もしくはラムダ分の H 子のエネルギーを持った粒子の流れであるとし、光電効果は光子1対電子1の衝突で起こるものと考えることで、光電効果の実験結果の説明に見事に成功したのです。まあ、現在、この光の粒子のことを光子あるいは光量子と呼び、光をエネルギーを持った粒子とするこの説をアインシュタインの光量子説と呼んでいます。 アンシュタインンタはこのの施設の業績をを称えられて年にノーベル賞を受賞しています受賞の理由が相対性理論の功績でないことは自然科学へのインパクトの大きさから考えると少し意外な感じがするのではないでしょうか。なかなかと説明をしてきましたがこれまで紹介した知識を必要とするニュースはほとんどありません。 これまでの解説で覚えておいてほしいことはただ一つそれがアインシュタインの光量施設です光の振動数をニュー波長ラムダ真空中での高速度を c プランクテストを h とすると光子1個のエネルギーは hν もしくはラムダ分の hc で与えられるという説のみを覚えておいてくれれば OK なんですえー、じゃあ 国体放射の話やプランクの公式は何だったのってな思いがあるでしょうが、まあ、いきなりね公領説の式を持ち出してもピンとこないだろうと思い、まあ、説明をしてきましたまあ教科書通りね公領説から導入してもよかったのですが公領説が誕生する秘話を知った上で式を眺めると、まあ、ちょっとね愛着が湧いてきませんかあと今後粒子のエネルギーなどを扱う機会が多くなりますが 今まで使用してきたジュールでは数値が小さすぎて扱いにくいので、電子ボルトという新しいエネルギーの単位を用意して使用していきます。その定義はこうです。真空中で1個の電子を1ボルトの電車で加速するときに、電子が得るエネルギーを1電子ボルトと定義をする。この読み方は1エレクトロンボルトと読む人もいますね。電子ボルト、エレクトロンボルト、どちらでもいいですよ。 でこうやって、えー、エネルギーの単位がジュールとエレクトロンボルトが出てきましたから、まあ、相互変換ができる必要がありますね。一体1エレクトロンボルトというのは何ジュールなんでしょうか計算の仕方は極めて簡単です。この1電子ボルトのこの E、これを電気素量とみなして体の外に出してあげます。いいですか電子 E クーロンを 1>, 1ボルトで加速したときに電子が得るエネルギーは E×1 ですよね。つまり掛け算をして e ジュールということになります。電気素量の実際の数値は 1.60×10-19 乗ですから、1電子ボルトは 1.60×10-19 乗ジュールということになります。よろしいですかつまり、この電子ボルトからジュールに変換するときには E これを体の外に出して掛け算をするという形になりますそれではいよいよ解説の本番です入試ではこの光電効果に関する知識の有無を様々な角度で試していきます実験内容や説明の過程を詳しく見ていくことにしましょう